さあ、それではこちらのコーナーです。霜降り野党。いやそんなコーナーないよ。霜降り野党、霜降りピリオド野党一行。いやないてな、どんなキメラやねんお前。アフレコクレイジーマン。いやあったか、あったっけそんなコーナー。昔あった。クスグープやろなあ。ごちゃごちゃなってんねお前。クスープ、意味わからんでお前な。終わってます。あー、間違えた、間違えた。ちょっとすいません、あのほんまにちょっとあの読み間違えたな。あのあー、なるほどな、この、謝罪か。畑さんに電話、謝罪やな。いやもう意味わからんからな、このもう横にいるから、この、いや電話して謝らんと。意味わからんけど な、この電話かけんと。電話出るとかじゃないやろ、このかけた方がいいな。でも悪いから。あ、もしもし、霜降り明星のせいやと申します。横にいるけどな。ちょっとさっき、その畑さん横にいますけど、畑さんが書いた台本をこの謝罪して、霜降り交友録というコーナーに行くところを、霜降り野党というふうに、ちょっと分からん、読み間違えてしまいまして、なんで横にいるのに電話してんの。どう思いました、この、この光景。僕が噛んだ時、この意味わからんって。虫歯痛なる。ああ。虫歯痛なる。そういう、笑ってるだけ、畑さんも。あ、何これ、畑さんも優しい、この。優しい。あ、そう。年上ですか、この。年上やろ。なあ。もともと年上やね。すいません、もうちょっと今後ないように、気をつけますんで。この多いからな最近な。またお願いします。畑に悪いだろう。